い、動画をご覧いただきありがとうございます。久しぶりのビデオになったんですけども、だいぶとあったかくなってきましたね。あったかくなってきましたよね。というわけでね、まあ、頑張っていこうかなと思ってるんですけども、今日開けていくのはですね、こちらです。これバックマンから出ているトップハムハット鏡。バックマンっていうね、鉄道模型のメーカーはまあ有名ですけども、海外のメーカーでして、アメリカ型とかヨーロッパ型の車両はあるものの、こう作られてるのは中国製なんですよね。なので裏側、こういう風にね、裏側の方はもうメイドインチャイナということで、中国資本のメーカーということで、まあ、そこら辺りはね、ちょっと詳しくないので、ウィキペディアの方を参照してみてください。下の方に貼っておきたいと思います、ウィキペディアをね。そしてこのね、トーマスシリーズは HO スケールで、トーマスとかその仲間たちの車両がね、比較的安く、 HO ゲージでも3000円から4000円ぐらいで車両が手に入るぐらいの安さで売られてるんですけども、その中でもこのね、トップハムハット鏡の方、今回は開けていきたいと思います。それではもう早速開けましょう。これはもう見てわかると思うんですけども、多分ね、素手でやるともう手が血まみれになるタイプなので、ハサミを使って開けていきたいと思います。やっぱトーマスの模型って欲しくなりますよね。はい、というわけでハサミで開けたので開けてみましょう。ほっ、よいしょ。はい、こちらが中身です。トップハムハット鏡、うぃー、出しちゃおうかね。ほっ、おー、結構裏側とかテカテカしてるな。それではちょっと拡大して見ていきたいと思います。はい、というわけでトップハムハット鏡を詳しく見ていきたいと思います。まあ、詳しくと言っても人形なので、こう見たままなんですけども、まあ、こんな感じですね。まあ、全体のサイズはこんなもんですね。で、まあ、iPhone と比べるとこんぐらいの高さです。まあ、正面こんな感じです。これね、顔がちょっと似てるのかと言われたら微妙ですけども、なんかね、簡素な顔をしてますよね。あ、横向けるとこうですね。結構腹は出てますね。で、耳は手書きです。はい、後ろはこうですね。ここがね、テカテカしてるんですよね。ちょっとナスビみたいな感じがします。はい、そして最後反対です。あ、底面にはですね、メイドインチャイナっていうのが書かれてますね。ちょっと顔がやっぱ気になりますね。はい、ちなみにですね、手が動きそうなんですけども、これ動かないですね。これ以上やるとちょっと悲惨なことになりそうなので、動かさずに置いておきますね。気にするなヘンリー、雪と氷のせいだ。お前を修理工場に出そう。はい、というわけで今回はこのバックマン製のトップハムハット鏡というのをね、紹介してみました。これ人形なんですけども、同じ種類にはね、HO ゲージのちゃんとした車両も売られているので、よろしければチェックしてみてください。それではまた動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。